ついに出たな。ダービースタリオンスイッチ。レッツプレイ。大人気競馬ゲームダービースタリオンの最新作ね。過去作は2、3、96、アドバンス、P をプレイしました。アドバンスと P はガチプレイで他はのんびせまったりプレイでした。というわけで牧場名を決めます。マリサファーム。仕方ないわね。今回はシリーズ初の実況音声が魅力らしいな。そのあたりの仕上がりも見ていきましょう。勝負服は縦縞で青黒黄色を使っているぜ。ひとまずまったりプレイでダービーを目指します。自家製の牝馬や種牡馬もつなげたいところだな。96の実況と似た感じね。いきなりブリーダーズカップ用の馬を作るのは作業感が出るからな。しかしグラフィックが綺麗だな。そりゃそうよ。ちょっとロードが長いわね。これでもカットしてるんだぜ。ここが牧場か。毎年4月に生産、していくぜいていくんだと言っています。初期牝馬を見てみましょ。種付けする種牡馬を決めます。溶血ね、モデルはブロードストリートか。ローズステークスの勝ち馬だったな。最新の種牡馬がずらりと並んでいるわね。ディープつけると破産するし安めの種牡馬だな。ディープつけるだけで牧場が吹き飛ぶわね。現実的に500万くらいの馬か。選択するとコメントやインブリードの情報が見れます。金車差だとちょっときつめのクロスだな。最終的にはエピファネイアにしました。デアリングタクトでおなじみだな。サンデーの奇跡の血量ね。残りは1500万か。走らないと経営難必死ね。いつも通りのダビスタだからバッサリカットだぜ。生まれるまで待ちます。女の子か、品系は繋げたな。クイーンオブマリサってつけようぜ。ネーミングセンスのなさに引くわ。母にちなんでと、ウプ主はよく母名や父名から連想する馬なが好きなんだぜ。史実馬ならスリープレスナイトとかかっこいいよね。今じゃなくてもいいみたいなので馬名は後でつけましょう。3区の能力判定は今回どうなんだろう。売却価格やコメントが知られているな。まずは品系を繋ぎたいので安い5馬は売却します。さすがに初代から G1 は厳しいだろうしな。というわけで2年目は待機シャトルをつけました。早めからの活躍に期待だな。売却タイミングは2歳5月ね。競りに出して買い戻すって作戦はありかな。前作ダビスタゴールドの情報は仕入れておくべきだったわね。あんたどうせセオリー通りの生産しないだろ。勘のいい子は嫌いだよ。待機シャトル3区もグリッドを見ました。こちらも牝馬でした。次の種付けですが資金がないので安めの種牡馬をつけます。3年目は振り遅にしたぜ。維持費で破産しそうだ。受胎確認よし。最近現場猫にハマってるウプシュです。受胎確認したし来年まで進めましょう。2歳のコメントを見たけどスピード云々は言われなかったぜ。足元に不安みたいなコメントは言われたわね。5月には2歳馬のセールがあります。2歳を売るなら今のうちに登録だな。初代ちゃんは育てていきましょう。リンコハンはフリオーソのボバを産みました。リンコハン、フリオーソの次はグラスワンダーをつけました。維持費で破産しそうだし2歳馬をデビューさせるか。クイーンオブマリサをな。ええ、うっうっクイーンオブマリサが母名由来でフォックステールとつけました。これが選べる厩舎ね。藤枝じゃないだと。他にはやはり、池井、堀あたりが選べそうです。ひとまず藤枝じゃなかった柳厩舎だな。
完全に掘り下んでくさ。入球させました。緊急事態で資金がないので早速使います。とんでもねえ馬主だな。黙れ。状況は2本追いか。2本追いをずっとしていると疲労が溜まるし、2歳馬のうちは1本追いとゲートがいいのかな。映像も見れるんだな。今回もコメントで調子が判断できそうね。6月になったし早速新馬戦を使うか。そうね、登録してみましょ。これが番組評価。馬に合った条件を探して登録します。新馬だと左上の1600銭だな。騎手も選べるね。誰にしようか。並びはリーディング順かな。七子ちゃんはいないのか。芸能事務所に所属しているのでどこの競馬ゲームも使えません。川田もいいけどここはのりちゃんで育成してくれそうだな。いざ出陣。印はどんなもんかな。ちゃんと BGM も史実のものだね。この曲は好きだな。本馬場入場曲は昔の方が好きだけど。メンバーは怪物が混じっているんですが、さすがに勝てないだろうね。乗り方はお任せにしました。パドックも見てみようぜ。ロード長くてカットです。横断幕のフォント適当でくさ。自動で出力しているんだろうね。私も横断幕を作ったぞ。そんな機能ないわよ。機材のスーパーコースはくさ。ついつい持っちまった。悪い。グランに勝てずとも掲示板は欲しいな。それではレースをご覧ください。東京実況は小塚さんです。ラジオ NIKKEI 若手のホープだな。コンディションはやや重。スタートしました。コースタートは中タガノブディーヌ。外枠コースタートね。ええ感じですね。4番グランアレグリアすっと前につけます。2番手12番フォックステール、9番ウォーターマゼラン好位をキープ。打ち押さえて8番ディロス。視点も変えれるしショートカットもできるよ。柔軟だね。10番サルウェーテ、11番ノーザンクリス、打ち押さえて5番ロードプレミアム。3コーナーに差し掛かろうとしています。 600m の通過タイムは36秒7。打ち押さえて7番プライムシスター、打ち押さえて6番タガノブディーノ、内側2番ピカピカ。ペースも遅いチャンスでは初出走初勝利あるか。1段です。先頭は9番ウォーターマゼラン、後ろに4番グランアレグリア。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線コースに向いた。3番手から伸びてくれ。ウォーターマゼラン400を切って先頭ウォーターマゼラン。グランアレグリアはさすがだな。まだまだ。ここで先頭が変わった。グランアレグリアさらに差を広げにかかる。ここからが正念場。変わらず先頭はグランアレグリア。後続は消えちまったな。もうちょっと優しくしてよ。掲示板争いで残っているからな。不思議だ。私には新狩りに見える。伸びしろしかない。まあこれがダビスタよね。ここから這い上がるしかないんだぜ。ウォーターマゼラン熾烈な2着争い。距離が長かったのか。決闘的に短距離馬に出る要素がないんだけどな。次回は短距離路線を使ってみましょうか。とりあえず破産寸前だから脱却したいな。というわけで今回はここまでです。映像のクオリティアップはさすがだったな。新ハードということで進化を見ましたね。ダビスタ96の動画も上げてるからぜひ見てほしいんだぜ。神ゲーム、ジョッキーズロードもぜひ。旅動画もアップしています。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。